Yeah.
ませんでしたね。ああ、行けませんでしたね。夏の世界、
Yeah.
系なしですね。まあ機械が、はい、そういえば汗があるんで取り方がありますので、青山ちょっと、はい、聞いてみる。はい、じゃあ、はい、タブローで好きな歌。吉村プロで言葉というかですね、こんなことが好きなんですよね。
あ、そういえばですね、あ、ずっと一生懸命歌ってましたけど、あ、やばいか、実は僕もオリジナルがあるんですよね。ねえ忘れちゃったよね。もう、あ、どうぞ。あ、ありがとうございます。オリジナルがあったんですよね。3曲ほどあるんですよ。大体ラブソングかということで、はい。今あのこの、なんだ1周年の、案内をほとんどの人は僕も E メールを聞くのが面倒くさいんで、ショートメール、まあ僕は au なんで C メールって言うんですよ。C メールはね、50文字しか打てないということで、50文字の切ない、歌を歌った。 C メールの声でも言ってみましょうかね。今すぐ会いたいんだ本当は、君の声聞きたいんだ今すぐに、電話するの簡単だけど君との電話切るの辛い、だから今はまだ50文字シーメールの恋、あれもこれも聞きたいよ君のこと、あれもこれも伝えたい僕のこと、この溢れる想いはどうしたら伝わる、この切ない気持ちをなぜ分かってくれないの、もう文字がいっぱいだから今すぐ嘘をしますよ。でも一番言いたかったことかけなかったよ。